んにちは、デモクラシータイムスです。今日は田岡俊二の徹底解説ということでお送りしたいと思います。もちろんおなじみの田岡俊二さんです。でですね、今日の題名は安保条約はアメリカの利益、救い難いトランプの無知というお話をいろいろ伺おうと思っています。でその前に、前の徹底解説の時にちょっと出ましたけれども、イランのタンカー攻撃の話なんですけど、これ田岡さんはこれはどういうふうに見てらっしゃいますか？イランのタンカー攻撃しちゃったり、全く嘘ですよ。嘘、はい、どうして嘘だって分かるか。あれ、ね、アメリカが発表するビデオで、うん、ここにもこれボイスオブアメリカの写真らしいですけど、ね、これでもはっきりする見たら分かる通りね、この水線より上に取り付けて爆発、うんうんうん、こういうのがもっと上の方についてる。ところがね、ああいう吸着水雷、リンペットマインというのは、ね、これはね、赤ラングを背負った潜水兵がこう泳いでいくわけですよ。そういう原始的な方法。そうそう。で、近くまで例えばその小型船の潜水艦で行くか、それとまあなんか棒とかなんかでこう行って、で止まってくれるのにこう泳ぎついて、でこれをべちゃっとこうカチンとつくわけですね、磁石で。で、これでね、イギリスこういうこと好きでね、第二次大戦中ね、シンガポールの港でやっぱり14人ぐらいが 3隻のカッパのあれでカヌーみたいなもので入ってきて、それで日本の、ね、貨物船が7隻やられたことありました。へえ。でもそうすると、まあ、要するにアクアを背負って海の中をこっそり近づいていってくっつけるって言ったら、大体は船の底ですか？そうです。だってまあ、これぐらいのもんだけども、これもそれはこういう高いところにねつけることは難しいんで、水線より上にねどうやってつけるんだと。そうするとなるほど、まるであれシンクロナイズドスイミングの、ね、名人だったらね、誰かに支えてもらってこと挙げられるけども。あ、そうか。そしたら本当にそういうふうにやっているとしたら、もうここの、まあ、水線というか、そこよりも下か下、その船の底か、そういうところにつけてないと。必ずそうです。はい、軍事的にはおかしい。軍事的にまず技術的に手が届かないじゃん、上げられないじゃん。確かに。だからそれ当然水線の下に効果もね、ここで上で外れてもあんまり効果はないわけで、爆風は外の方に行きますから。これがね、小さい爆弾でも結構効果があるのは、水の中だとその爆発がね、そのあれが水が横の周囲の水を抑え込んじゃうから、船の方にバーンと集中するからいけるわけで、だから同じ弾けるにしても水圧があるから、船の方に向かって。そうそうそう。だからね、シンガポールでもう2回やられたんだけど、もう1回は終戦、日本が負ける直前、昭和20年の7月にやっぱりもう1回イギリスのあれが来まして、これは1人で潜水艇から1人だけ出てですね、で彼が日本の高尾という巡洋艦、これのやっぱり艦尾に飛びつけてドンとやられて、でそれ結構大きな、ね、亀裂がバッと船底に走っちゃったんですね。なるほど。そういうことがあって、とにかく水線より下に、これ水線っていうんですね、この線を、水線より下につけるものであって、上につければ効果はないし、しかもね、こんなところとこんな高いところにね、どうやってつけるんじゃろうかっていうね、もう本当なんともアホらしい話で。なるほど。じゃあもうちょっとその水雷のようなものであるってことは、はい、まあないってことですね。でアメリカがね、この写真も夜間の写真を、はい、発表してて、革命防衛軍みたいな人が、革命防衛隊がですね、イランの巡視艇で来て、それでね、不発だったものをその証拠隠滅するために取り外している光景だと言うんですよ。ところがね、それおかしいのはね、不発が出たかどうかと、つまり2発じゃなくてもっとつけたとするじゃないですか、そのうち不発があったかどうかは、それは当然もう爆発が起きた後でしか分からない。こうなってしまった後でないと分からない。どんどんと言うから、だからこれ爆発して一発してないなと分かるわけです。普通はそうするとね、この時の被害線はね、に対しても囚人監視の中にいるわけですよ。みんながやられたというわけで、だからって来てるわけ、タグボートが来て、で引っ張って UAE の港まで曳航したり、それからアメリカの駆逐艦も来て、なんかそこに来たし、それから乗組員も一時は期待したけども、結局曳航するときにね、
あの後ろの引っ張れる方も舵を取らないとうまく走れないんですよ。車と同じです。そうそうそう、うん、だから乗組員も船に戻ったりしてますから、うん、だからみんなが見てるわけで、そこへ、ね、そこへその中で船で寄ってきて、ね、そのあと取り合わそうとしたらあのもう 丸分かりでね、まるでそれだったらあの例えば放火犯が、うん、あのもうパトカーも消防車がいっぱい来てる時に何か忘れ物しましたってなんかそれが出てくるような現場に戻ったみたいな格好になる。本当にそんなことはどうちょっと考えたらあのおかしいという。そしたらじゃあこれは何なんですか。でね、あの私一番最初はね、うん、これはまあ別にアメリカをやるあんまり意味があんまりないから、うん、僕あのあれがあのイエメンで、うん、その反政府派 の、はい、イラちょっと新イランゲリラみたいな新イラン派と、うん、あのそれから、まあ、反イラン派が中でやってるから、うん、なんかそのどっちかがなんか変なことしたのかなとちらっと思ったんだけども、うん、それにしてはねアメリカが一生懸命ね必死になってなんか変な話を作って、うん、イランに押し付けようとしてそうそう、だ例えばその水雷をくっつけたんだとか、うん、どうやってくっつけるのって話だし、うんね、わざわざその水雷の部発を取り外しに来た写真だとかね、うんだから他にもいろいろおかしなことばっかり言ってるわけだ、うん、面白いなされてこういうふうになってましたあのなぜそれがイラン この水雷だと分かるかということで、ねうん、それねそこについておったその磁石あれ磁石でくっつける磁石の破片があって、はい、でそれはねイランのね軍のパレードにも出ておったからだから似てるというわけです。しかしねそんなものパレードに出すかと。だってパレードというのはね、まあ、ミサイルとか戦車とか弾道ミサイルとかねこう硫黄を誇って見るもんで、ね、こんなもんで、ね、これぐらいのね戦車とか人がダイバーが抱えて握ってこっそりくっつけるようなものも 見栄えは全くしないし、うん、そんなものはあまり人に見せるもんでもないからそんなものパレードに出すわけがないので、うん、なんかむちゃくちゃな話をね次から次へ、うん、あの繰り出してくるんで、うん、だからかえってそれを見るとねあなんかアメリカがやっぱりやったからああいうこと言ってるんだなと。他のやつがあったんだらアメリカ黙っててもいいわけだからじゃあもうすごく計画してやったわけじゃないですよね。そんなドタバタだとすると僕もそう思います、うん、つまりあのなんかどじったんだな僕らはどじる、ね、で僕はねどじったかもしれないこれじゃないかなと一つ思うのは、うん、あの時ねあのコリアが起きるちょっと前に、うん、無人機があっその時も飛んでおったんです、はいでそれに対してあのイラク の船から、うん対空ミサイルが発射されたとでそれ当たらずに海に落ちたということは CNN で言ってるんで、うん、だからそれを向こうあのアメリカにして向こうがあの対空ミサイルで撃ったからこれやっつけようということで、うん、アメリカの無人機はあの偵察用のもあればその攻撃用もあるんですよ。うーんでこれでねよくあのタリバンの幹部とかねあの、はい、IS の誰々が殺したとかその車狙って、うん、あるいは対戦車ミサイルをも積んでますから割と小型のね45キロぐらいの軽い小さいもんですけど、ねうん、それを積んでますから、だからそれでねイラクのいやイランのその魚あのなんかそれらしきものを狙ったら、うん、そしたら何かで間違えて、うん、で人が乗ってるわけじゃなくてレーダーで掴んで撃つわけだから、ええ、これのがレーダーの話大きいですからね。あでそちらの方にねなんか間違えて発射しちゃったとかね。そうこんなでも低いところに。いやだからその低いところというかそうそう高くもないですけど、うんまあ、だけどまあ一応水面以上に打ち立ってて、しかもねこの穴が小さいのがね、うん、変でねもっと爆発物を仕掛けたらもうちょっと大きい穴が開いておかしくないんだけどね、うん、あの対戦車ミサイルだとね穴が小さいんですよ。うんあるいはね当たったらね、うん、あの熱がボーンと爆発すると爆風が前へまたやっぱりこう集中するように作ってありまして、うんうんうん、あれ溶かすんですよね。で溶かしてこう戦車の中にバンと吹く、うん、あの熱風が吹き込んでそれで爆発するというあの、ね、これなんかそれに近いような、ね、小さい穴なんですよこれなんか。うーんだからでねあの逆にまあ僕考えてみてね今度じゃあイランが撃った対空ミサイルがなんか変なところに行ってこれに当たったということはどうかなと思って考えるんだけども、うん、それねあの対空ミサイルというのはあの飛行機にこう接近した時にレーダーで爆発して当たるかそれとも、まあ、接触した時にバンとすぐに行くかでところがこのタンカーのね外板っていうのは結構厚くてね、うん、大体30ミリ程度ですよこの辺のクラスだと、うん、3センチぐらいあるんで、うん、あそこに当ててもですねそんなに中にこれ中に通ったりしなくて多分表面にバンと外れちゃうんで。なるほどじゃあこういう形でもう完全に穴が開いて、うん開くということが、しかも小さい穴がポツンと開いてるじゃん。へえ、すごく。だからあの
対戦車ミサイル積んでるのがありますからね、うん、それがであの報復に、まあ、向こうが撃ったぞって出てきて、で何かのことで結局あのこちらの方に行っちゃったかなと。でもこんな写真2枚でそこまで分かるからですか。割と世界中があんまりアメリカ その先導に乗らなかったですよね。今回イスラエルとサウジアラビアぐらいですよね。そうそうそう、イランを。いやそれが面白いことにイギリス の、 あのハント外務大臣、あるいはね、なんかあのアメリカ 今の状態ではアメリカ行くところを私は信じてるとかいうふうに、あるいはね多分ね今あのあれあるいはあのあの保守党 の、 あ の、 あのあれメイメイさんの後任の争いになってますから、うん、であのハント外相もあれ有力候補ですからね、今ねアメリカの機嫌損じるようなことが言っちゃ損だって多分ちょっと言ってみた、ちょっと言ってみた、うん、そうだから他の国はあのドイツもフランスも、うん、でそこで珍しいのは、うん、日本もアメリカに同調してないんです。あ、そうなんです、そうなんです、うん、いやこれはねあの珍しいことでね本当に、うん、今までアメリカはいくら嘘ついておっても、うん、その通り繰り返してあのイラクは大量破壊兵器持ってるとか言っとったんだけど、うん、今回はねあの国土交通大臣が、うん、あの誰がやったかもわからないんでとか言われて、それからあの官房長官も予断を持ってなんかあの論じることは慎むべきだよということを言ってる、うん、僕はこれはねあのインターネット の、 あのニュース一つあのニュースソクラというのも毎月書いてるんだけども、うん、これでねこれはね将来今後のねあの一つの模範とすべきだったから、うん、そうですね、今までね、うん、アメリカでは大体ねあの戦争になるかどうかというのに出てきた情報ね、うん、ほとんど嘘、うん、まあ確かにそうです、ね、驚くことでしょ、あの、ね、あの例えばまあ、一番昔から言えばね、これなんですよ、アメリカが一番最初海外に進出して侵略したのは、まあ、その前あの陸上ではねメキシコからテキサスを取ったりしてるんだけども、はい、海を越えて出てったのはねキューバとそれからフィリピンを取ったあの米西戦争、スペインとの戦争で、はい、あの時はねあのアメリカの、ね、戦艦メインっていうのがハバナの港に入っておって、それが爆発して死ぬんです、はい、でこれスペインがやったんだってことでうわっと盛り上げて、でメインを忘れるなということで新聞も書きまくりであったんだけどね、あれその時でも言われておったし今でもほとんど定説なのはあの頃まだ冷房がないんですよ。あ、それで、はい、であの鉄の船が熱帯地方でずっと停泊してると、はい、あの熱くなっちゃって、はい、そうするとね石炭庫も熱くなるからガスが充満して走ってればね空気も入るしガスも逃げるんだけど、ともずっと長くだって、うん、あの時ハバナに相当止まってるんですよ。だからそれであの石炭のガスで爆発じゃないかと、で内側から明らかに外からやられたんじゃなくて内側から爆発してるってことはあの頃で分かっとったんです。ところがそれでも結局、まあ、それをあのわーっと騒いで攻撃すると、でしかもね笑っちゃうのはね、あの時も今と一緒でね、キューバでスペイン人がその地元民をのが、まあ、いろいろ圧迫をしておって、うん、でこれを助けなければいけない、そうそうそうですね、人権あのキューバ人とかベネズエラみたいな、スペイン の、 その植民地の植民地のね原住民たちがその人権を守れということが旗印だ、うん、ところがね、まあとにかくそれで攻撃をしてキューバを占領して、あれもだいぶずっと占領してました、まあ結局解放したわけじゃない、ずっとしばらく通って、うん、歴史上現代史とかで習うのはトンキン湾事件は自作自演でベトナム戦争が始まり、もっと近いところで自分がテレビで見たなっていうのはあの油まみれになった水鳥とあのイラク兵が撤退する時です、病院になだれ込んで新生児が保育器に入ってくるのをそれを引き出して殺してしまったとかいう話とか、それから何といってもあの大量破壊兵器があるっていう、だからなんか信じちゃいけないなっていう気持ちがすごくあるんですけどね。大量破壊兵器のに関してはね、あるいはあの湾岸戦争が1991年に終わって、うん、それからね98年ぐらいまでずっとも国連の調査団が入って徹底的に調べましたからね、うん、で98年の12月ぐらいに、ね、もうほとんど終わっておったんですよ、うん、でもだからないこと分かっておったわけ、うん、だからこそもう一回なんかで98年12月にまた爆撃をしたわけですね、うん、大爆撃を一回した時にのことやるとその国連の査察ができなくなるじゃないかということを言ったら、うん、そうじゃないと、もう終わってるからあの実際も全部やっちゃったから大丈夫なんだということまでアメリカは言っておったんです、うん、
ところがその後なんかどうしたことかまだイラクが持ってる持ってるって話、うん、でなんかトレーラーが出てきたり、そうそう、こんなもので作れるのかというようなものが出てきたり、あるいはね亡命者が来るじゃないですか、うん、で亡命者とイラク人の亡命者なんかは結局アメリカの力を利用して、うん、でサダム・フセイン政権を倒して自分がそこのまた政権に返り咲きたいとか、うん、そういう連中だから、それはアメリカの気に入るようなことを引っ張り込むためのいろんなことを作る、それはアメリカの方が信じる。でアメリカでももちろんの国連の査察団としてやっておった連中はそんなはずはないと思う、全部回ってきたくないんだよということを言ってもダメ、うん、で結局ねアメリカがそれを言うから、あの国連もねもう一回じゃあ調べろという話になって、うん、それで前年のあれ11月の半ばぐらいから、うん、翌年の3月まで航空機3月まで調べて、であれ900何十箇所やってるんですよ、うん、で全部やったけども何もありませんでしたと。それでもそんなはずはないというんで、やったらやっぱ案の定出なかったとかね。いやだからもうちょっと他にもね、うん、言い出しても聞かないぞじゃあでもこれは、うん、これも危ないですよね。だからもう危ない危ない、こんなもの危ない。 でもまあなんとなくどこもあの信じてない状態で、うんうん、よかったなっていうのが結論ですけど、それはね一重にね、あれですよ、だって今のあのイランの核の危機というのはね、うん、トランプが一人で作ったような話ですからね、うん、だってあのあれあのイラン核合意あれ、うん、あのもうその3年ぐらい多分交渉したと思うんですけどね、うん、向こうの方もまあ穏健派の政権だから、ね、それであの今後15年はあの濃縮、うん、あの燃料用のね原発用の燃料程度の濃縮するけど、それ以上のものはしませんということとか、うん、だからその濃縮するための遠心分離器も数をグッと減らしますということになって、でそれはその通り履行されておるということは IAEA が確認して、それで経済制裁やめたということになったわけですよ。でそれは賛成したのはもちろんアメリカもそうだし、アメリカイギリスドイツフランスロシア中国、それぐらい賛成して、あ EU も入ってるんですよ。だから全部せっかくその長年あの交渉してやっとうまくいったのをトランプが吹き飛ばして経済制裁始めたんで、だからそれは他の国にしてみたらなんであれはと、そうですね、当然なるから、でこれを見てもそれはだから他の国はですね、さ当然ドイツだってフランスだってじゃあもうこれはアメリカの言うことはそれは信じないです、当たり前の話で。そうですね。いやそれでそのトランプさんがまあこの間大騒ぎして日本に北朝鮮と握手をし、お帰りになりましたけど、その間に日本がちょっと大騒ぎになったのは、トランプさんが安保条約はあの不平等な条約で、政治詰めればアメリカはしてやってるけど自分のためにはなってないと、こういうことを言いたいわけでしたけど、まあ、そうですね、つまり彼が言ったのはね、その日本が攻撃を受ければアメリカはあの全力を挙げて日本を助けると、ところがそのアメリカが攻撃された場合日本は何もする必要がないという、こういう不平等な条約なんだということを言う、でこれはねもう昔よく聞いたなというので、1980年代からね、もうそのジャパンバッシングが起きた時のもうそれ一番最初から言われたのはそれやなんて、でねあれはね大事なことを見失ってるわけです、つまりあのアメリカが一方的にその日本を守る責任があるんです、一方だけだということを言うけども、基地を貸す責任を負ってるのはこの日本だけなわけで。そうですね、そうですね、アメリカは別に基地を自衛隊に貸してくれませんもん、ね、いやだからね、そうだからね、僕はアメリカ人あの頃からかってねじゃあねその安保条約を改定すると、で日本はアメリカやられたら助けに行くということを日本も同じようにすると、その代わりねじゃあその自衛隊の基地をねアメリカにいくつかいただきたいとパールハーバーとかサンディエゴはなり日本の海上自衛隊の基地にするとかねそれからあのワシントンのすぐそばに今出てこない基地があるんですか、アメリカのあれがあるんですよ、エアフォースワンがいつも使ってる、空軍の基地だけども実はエアフォースワンなんかの基地なんです。だからねあれはね首都に近いから、ちょうどじゃあ日本の場合横田かしてるから代わりにあの基地もねあの基地は航空自衛隊の基地にすると、でその経費はね、全て維持費は全てアメリカ政府が出すことにすると、そういうことにしたら、ね、それで公平になるんだったら、ね、向こうちょっとびっくりしてね全然なんか話をそらしちゃって私はそういうこと思ってるわけじゃないとか、あれは本当におかしい話で、あの頃でも分かってるアメリカの あの議員で、あの下院 あのアジア太平洋小委員会 の、あの委員長だった人ですよね、
それなんかは僕聞いてました。91年のあれ来たんだな、東京での記者会見でもね、在日米軍というのはね、うん、日本を守ってるんじゃないんだと、うん、これはあの他の地域のでの抑止を、戦略を抑止しておるのがそれ実態で、それに関わらず日本は基地を進んで提供して、しかもその他の同盟国とは比べもならないほどの、その援助もしてくれてると、だから日本、アメリカとしては日本に、ね、感謝すべきなんだということを一生懸命言ってましたから。え、そうなんですね。だから分かってる人はね、分かってるんだ。分かってるのか。いや、これ防衛白書から取ってきた在日米軍の配置図ですけど、結構前田岡さんがおっしゃってたのは、例えば横須賀と佐世保なんていうのは米軍にとってはものすごく意味のある基地だっていうことですよね。全体としては非常にお役に立つところに基地を提供している。そう、あれね、73箇所かな今、うん、それで、ね、260平方キロぐらいですからね、うん、大阪よりも大きいぐらいですよ、大阪市よりは、うん、でそれで出してる金もね、よく思い入れやすいのその2000億円ぐらいは出るんだけど、それだけじゃなくて、もともと日本が払わなくちゃいけない沖縄の地代とか、はい、それから他のその地元の自治体に対するなんかいろいろこういろんなご迷惑料をご迷惑料みたいな、そう、基地の周辺の何とか周辺対策ですね、周辺対策とかいろいろやると、ね、周辺対策が511億円出てます。だからそれいろいろ全部足すとね、実際出てる金はね、全部足せば6000億円ぐらいになるんですよ。ただそれの中に難しいのはね、線が引きにくいのは基地のその対策なんかはね、自衛隊の飛行機もそう出してるわけだから、なるほど、そうすると どこまでが米軍のもんで、どこまで自衛隊のもんかちょっと分かりにくいけども、まあそれまで自衛隊のもんまで一緒に含めればね、6000億円ぐらい出してる、うん、それからその他に基地をタダで貸してますからね、はい、無料 で、それをね、地代を取ったらどれぐらいになるかと、うん、そうするとね、それも公共機関同士の、うん、例えば地方自治体と国の国有地を地方自治体が例えば金に貸すとかね、あるいは安いあれなんだけども、うん、それで計算してもね、1640億円かな、うん、なんかぐらいのその自治体には年間になるんだと、うん、いうことで、というか日本はね、途方もない金額出してるんですよ。 NATO のヨーロッパ軍の国はほとんど出してないし、防衛白書、30年度の防衛白書ですけど、はいはい、今おっしゃってた合計はこの金額3800億円ぐらいと51億円と2161億円で足すと大体そのぐらいの金額になるんですけど、特別協定のよく言われているこの労務費とか、そう、光熱水量、水光熱水の料金とか、そういうのも全部入っているし、あるいは本来はね、地位協定で、ええ、全て合衆国政府が負担することになってるわけですよ、うんうん、日本が払わなくちゃいけないのはその地元 の地代ぐらいであって、うん、土地はだからアメリカに負担なしで貸しますよと、でその他のことはもうアメリカが全部やるという話なんだけども、うん、現実にはもうその後、まあ苦しくなってきたから出してくれてるんで、うん、そしたらまあこんだけいろいろ基地を、まあ、使っていただきですね、お金もこれだけ負担し、アメリカにとって日本っていうのはどういう価値のある国なんですかね。いや、まずね、その先ほどおっしゃったように、その横須賀佐世保、うん、これなんかね、もしもそれを日本に返しちゃって海上自衛隊だけが使うことにすれば、これはね、アメリカ海軍はガンマハワイじゃなくて、うん、もうサンディエゴとか太平洋、向こうの太平洋岸、うん、西海岸まで下がらないといけないです。というのはね、海軍というのは船の修理施設がいるわけです、うん、で横須賀とか佐世保の修理施設は非常に、まあ、旧帝国海軍の頃からすごくいいあれ、うん、前おったミッドウェイなんかね、艦長がね、この船は実はね、もうほとんど今日本製だというわけで、全部いろんなところ改造して、ね、日本でやったから、元の残ってるのはそのキールとかだけでやってね、他も日本でやっちゃって、日本製の航空母艦みたいになっちゃったんだけど、うん、ハワイもね、ドックはあるんだけどね、後ろに工業がないでしょ。なるほど。で、ガムに立ってもっと貧相でね。なるほど。だからフィリピンのスービックがあって、そういうような問題があったわけですよ。なるほど。だから佐世保、横須賀佐世保使えなければ、結局カリフォルニアまで引き上げるしかない。そうするとアメリカの太平洋の制海権は
アメリカを失うと。失うって全然なくなりますよ。これなんかアメリカの、インド太平洋軍ですけど、はいはい、ここよりさらに向こうへ戻るって言ったら、そう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 、もうこの区域の制海権っていうか、はいはい、なんていうかしら、はい、支配権を全部失うってことなんです。そうなりました、はい。それを日本は支えてる。そう、しかもそれ許してるだけじゃなくて、うん、すごい金まで出してやってると。でね、で日本はね、日本ではね、アメリカに守ってもらっておるというね、はい、ああいうね、あの刷り込みがもう非常に強くて、なんか一緒に劣等感みたいになってあるんだけども、あの在日米軍でね、あの日本を守ってるのは一人もいないんです、実は一遍もね。それがね、前から伺ってんですけど、うん、いや本当ですかっていう感じです、ね。まずね、陸軍2000名余りですけども、はい、これはあのもちろん師団でも何もいないんで、うん、あの実際はね情報機関、うん、それからあとあの、いろんなその、補給みたいな感じ、いろんなもの買い付けたりしてて、うん、そういうものが2000人ぐらいおりました。それからあの海軍はね、あのこれ空母1隻と、はい、それから駆逐艦巡洋艦これが20隻ほど、これもねシーレーン守ってるかったらそうじゃなくて、うん、その護衛できるような船というのは、ね、これは空母を守るだけなんです。実は空母とそれから 海兵隊を運ぶ海兵隊の揚陸艦を守るための戦力であって、うん、別にそれが日本のそのシーレーン、日本の商船を守る能力は全然ない。アメリカ海軍全部出したって結局60隻がそこらだから、結局それは日本、あの日本を守ってるわけではない。もともとアメリカはね、そういうふうにあのアメリカは自給自足の国ですからね、だから、ね、燃料もあれば食料もあるわけだから、なんかこう商船を守らんといかんというね、そういうことをアメリカあんまり考えたこともないぐらい、ないぐらい、あのハワイ、あのあそこにあのアラスカとの航路、うん、ここはどうするかというだけの話であって、うーん、だからシーレーン防衛ということもそういうあのこともやってない、競技のシーレーン防衛は全然やってるわけじゃない。それからあの航空自衛隊、空軍に関してはもっとはっきりしてますね、うん、あれはねもう今からね60年前、はい、60年前か、あのそう1959年にあの松前バーンズ協定というあの日本の航空総隊司令官とアメリカの第五空軍司令官があの協定なんですけど、うん、それはね指揮系統を別とするということになってる、うん、日米は、はい、であまあそうでしょうね、指揮系統を別にするということは、はい、でそのアメリカはその日本にその防空の指揮のためのレーダーサイトとかそういうの全部引き渡してくれて、うん、だからそれはあの指揮系統をベストするということは、すなわちアメリカは日本の防空には関与しないということになるわけで、で現実にずっとそれ以来60年間航空自衛隊が守ってきた日本。だからアメリカの空軍基地、例えば嘉手納とかね、はい、ああいうとこもね、あの実は日本の自衛隊に守られてるんですよ。あの嘉手納にね行ったことは、嘉手納に僕が行って、あの次あの特集かなんかで、アイランド特集かなんかで、うん、行く時ね、向こうはそのあの通訳いりますかとか言わないって言って、ね、うん、あの英語で言おうって言ったらね、それはその向こうのね広報将校の隊員がね、アメリカ人向けのあのあのあれを英語の解説を、アメリカ人に読み出して、そしたらおかしいのはね、本基地の価値というのがね、うん、安全性なんですよ。まずかったらこれはあのソ連のね北海道の中で、うん、一番遠いところにまずおりますと、ここは。なるほど。でここにはねソ連の戦闘機は来れないと。で爆撃機だけ届くんだけども、うん、これは航空自衛隊がこの対馬海峡あたりで迎撃してくれて、だからここは非常に安全な基地なんでありますということをね、まあ、アメリカの議員とか記者に言うならいいけども、それは日本の記者に言ったらまずいわけで、そこ笑い出したらね、向こうもしまったって顔したけども、やめるわけにいかないからね。そうすると、もう全く正直なところ、うん、これだけの基地を提供しているけれども、うんうん、これっていうのは、じゃあ、もう具体的に日本の国土を守るということの役に立ってくれているわけではないわけです。ダメです。あのあれね、例えばドイツなんかだとね、はい、あの頃はまあ東西ドイツが分かれた頃、あれはアメリカはね20万以上の兵力を置き、うん、戦車でも5000両とかものすごい置いて、うん、これは確かにあの東ドイツとの国境線はずっと守ってるんです、うん、特に南の方のフルダギャップというあのフランクフルトからまっすぐ東の方、その辺が一番危ない戦場です、うん、そこはアメリカ軍が守ってました。それから朝鮮半島でもあのソウルに北から来るようなところ、うん、トンジュチョンとかそういうところに置いて、うん、やっぱりソウルと国境と境界線との間に割り込んで、うん、ところが
日本の場合にはそういう意味ではね全然日本を守ってるわけじゃなくて、だって日本をもしもソ連から守ろうというんであれば、うん、当然北海道ぐらいに置かないといけない、そうです、ね、北海道なんか全然いなくて沖縄におりますってなんで、これ一番安全なところに隠れておったんで、そうすると日本はじゃあアメリカの役には立ってるわけ、そうだ、すごく役に非常に立ってます。これアメリカにとって日本って何なんですか。いやそれがね、ええ、今あれがね、あの90年代 80年代から90年代にそういうことが出てきたのは、うん、一つはねあのだもう冷戦がだんだん終わりつつあったわけで、ね、うんうん、結局90年ぐらい終わった、うん、だからそこでね実際はアメリカから見れば同盟関係の価値は下がった下がった なくに等しくなった。ああそうなんですか。つまりね同盟というのはね、うん、別にその、 あの価値のどうかな価値観、うん、そんなものが同じとかね、うん、個人的あれ個人的な信頼とかそんなもんじゃなくて、うん、もうひとえにね敵の敵は味方なんであって実は。なるほど、うん、例えばあのもうひどいその人種 白人優越論者のヒットラーも日本、うん、日本と同盟結ぶとかね、それから今度はとスターリンとチャーチルと、うん、ルーズベルトが同盟結ぶとかもうそれはあのどんなのとで もう手を結びますよ。なるほど。じゃあそういう意味で言ったら、うん、じゃあそうすると現状、あこれよくあのひっくり返してみたらっていう田岡さんが前おっしゃっていたその世界地図をひっくり返して見ているんですけれども、その日本っていうのはアメリカにとってはこう、うん、大陸に向かう最前線基地、うん、そうなんですよ。よくねあのソ連が出てくるのを防ぐということよ、うん、まあまあアメリカに言うんです、ええ、日本でもそうだと思ってるんだけども、ええ、それよりはむしろ海軍力ではね、うん、もうアメリカの方が圧倒的優勢なわけですから、うん、むしろあのソ連をどうやって攻撃するかと、あのえ攻撃、あのねそうですか、あれあの1980年代ぐらい、ええ、あのホリゾンタルあのエスカレーションということをよく言われてね、うん、それソ連がヨーロッパ、うん、それからむしろ中東で攻勢に出てきた場合、うんうん、向こうの方がね数多いと、あの陸軍向こうの同盟国も合わせればポーランドとか合わせれば、でねだからね極東の方はねアメリカの方が優勢なんですよ。だから極東で攻撃に出てでソ連の戦力をねできる限りこちらに引きつけると、だからこちらの方は、ね、日本はそれやられますからね。要するに 裏口ですよね。裏口側を攻めていって、はい、表に向かっている軍隊を少しでも剥がして裏に、はい、そうああそういうことで、あの頃ねそれで日米 共同作戦計画みたいなのを作ったんですけども、うん、その時にあるそのトップの人が、うん、あの将軍が僕に言ったのはね、私初めて気がついたんだと、今までねなんかアメリカが日本を助けてくれるというふうに思っておったけども、うん、ところがね今回一緒にやってみたらね、アメリカはね日本をあの無理やりでも日本を戦争に引っ張り込もうと、そっか、あの波及をさせるとこちらに、うん、というのが向こうの狙いなんでと、うん、で分かってて、でそれだったらねもう安保条約の会議で自衛隊だけでやった方がよっぽどいいじゃないかったら、いや私も、ね、実はそう思うんだけどもね、うん、なことはやっぱりそれまさにシビリアンコントロールのまたです、同盟関係どうするかというのはそんなことは言えないしね、うん、という、いやそう、でも今さらっと田岡さんおっしゃいましたけど結構衝撃的なことですよね。だから防衛、うん、日本人ってこう軍事力っていうものは防衛のためだったら、まあ、許せるかなっていうところがどっかありますけど、今の田岡さんのお話ですとむしろアメリカにとっては日本は攻撃するための最前線、ね、つまり向こうにしてみるアメリカにしてみるね、日本よりは大事なのはやっぱりヨーロッパですよ、うん、それは。だからできる限りね東の方へアメリカあのロシアの、ね、戦力を引きつけたいというのが、それは、うん、まあアメリカから見ればまあ常識的な作戦戦略だったんですか。いやそうするとなんとなく分かってきましたが、例の田岡さんがずっとおっしゃってるイージス・アショアですけども不要なものだと田岡さんはおっしゃってる。それは不要だというのは、うん、あのもともとイージス艦あの8隻にするわけで、まもなくね8隻目浸水すると思いますよ。去年も7月に7隻目浸水しましたから、もう1隻もまもなく浸水するんでしょうし、あの8隻になればあのそのうち6隻は常時稼働できます。そうするとね2隻だけ出してくださいわけで、6隻で2隻はずっともう365日24時間守れますと
いうこと言っとったんです。だから最近なんかそれがね無理なんだということ言われてそうなんですよ、その秋田県知事と秋田 市長にあの防衛省が最近そのイージスアシアを作りますってんでご説明文書っていうのを配ってるんですけど、100ページぐらいあるんです。で後ろの方がイージスアシアのその必要性っていうことがものすごく書いてあって、田岡さんの疑問が分かっていたのかどうか、このイージス艦じゃ足りないっていう話が永遠と書いてあるんです。例えばあのイージス艦を洋上展開させていましたけども、一定の時間を必要とするからこれでは足りない。いやそれね、さもし港から出てくならそうでしょ、うん、そうじゃなくてこの例えば8隻あれば、常時2隻は洋上展開できると、できますよ。あの 4隻だと大変だったんだけども、うん、8隻にしたらできますよ。だって 6隻あるわけだから、6隻だったらそのうち3分の1がね、うん、あの洋上に出る。これも全然難しくない。そうなんです。でもそういうふうに言っているのと、いやそれが それできますということね。去年のね防衛白書にはっきりそれ書いてるわけですよ。まだイージス艦発射体制やってるから。そうなんです。あれおかしいんでね、あの時増美さん早速ねパッて気がつかれたんだけど、あれはねイージスアショアのことも書いてるわけです。そうで片方ねその前の、ま、前のプランね、うん、あの8隻で守るというプランがだから全く矛盾したので乗ってる。そうなんですよ本当に。だってこう30年のだでもそうですよね、33年頃の体制では検査などを考慮しても日本全国を2隻で継続的に防護が可能となります。そうだから発送にします、ね、だから発送にします。そう言っておいて、それでしかもこの方が早いんですよ。これ間もなく完成するんだ。そうもうできるんですよ。この間イージスはまだまだ先の話だから。でしかも次が、1年以上の長期にわかって防護体制を取り続けることは困難です。そう8隻もあってね、2隻ずつ出すの困難という。4隻の時はねそれ言えたわけですよ。なるほど。4隻の時はその4隻あればね、その1隻は大体ドックに入ってますから3隻しかないと、うんうん、3隻で2隻をねずっと出せということになると、これも乗ってる方はたまったもんじゃない。でも何ヶ月も海乗らんといかんという話になるから、これはきついから、まあ、今度それを8隻にしてやろうという話になって、8隻なら十分ですということだったんです。そうなんです。だからここら辺がよく分からず、さらになんか明らかに嘘ですよ。前に言ったことがね、じゃあどうなんだと。そうなんです。前に言ったことが嘘だったのかという話。そんなことがいかなくて、それでさらにイージスアシアの導入はイージス艦の造成よりも費用対効果の面で優れています。どうかそれは。あのまずねよく言われてるのはね、人件費、はい、これがね陸上のイージスだったら、まあ、イージス艦の場合ね300人乗ってるわけですよ、うん、でそのうちね船乗りの方が船の運航に200人ぐらいおりますと。で100人がまあイージスの、うん、担当だと、はい、だからねその船乗り分200人はいらなくなると。そうそう、あ陸上に上がるから船を動かす人たちはいらない、そう、はい、いらなくなるという話なんだけども、うん、ところがねこれなんか本当素人らしい話でね、あの陸上に置いたら、うん、今度は相手としてはそれを潰さない、潰そうってかかるわけですよ。そこにあるわけですよね。船だったらどこにあるかわからんけど、うん、あれはっきりしたら決まってるわけだから、うん、そこにまあミサイル撃ち込んでもなかなか当たらないけどね、これあのあれだって、あので、アメリカだったらもし航空攻撃やる、ところがそれ北朝鮮はその能力がないんで、うん、一番やりそうなのは潜水艦かなんかボートでね上がってきて、であの特殊部隊が来て、であの片打ちの対戦車ミサイル、これでも、ね、あの小さいやつでも 1000m ぐらい飛びますからね。だからそうするとね 1000m の周辺内には敵がそのとなんか潜入されちゃ困るわけで、うん、そこをずっとこう 1000m ということはあの直径で2πRだから2πRだから6キロ、うん、6キロの年収でね守らないといけなくなるとね、それはどうやったってね、あの1クール200人か300人で、それがね交代3交代4交代 しないとやりませんから、うん、ずっとあの寝ないでやってるわけにいかないんだから、うん、結局ね1000人ぐらい多分兵力必要になりましょう。そうすると陸上に置くとその警備のためにもお金がかかる。そう簡単にこう費用対効果がどうたらというようなことも言えない。もう本当にあのこれ、見ていただくととっても面白いと思うんですけども、あのいやつい去年言ってたことと違うじゃないかっていう、そういうことがたくさんあって、あのこういうこともそう書いてるなと、あの、うん、あのこれやるとね完全に防衛をできるというのがどっかに あるんですよね。どれでしょう。国民の皆さんもお守りに来ましたとかあるんだけど、はいはい、しかしねこれイージス諸島だってね、あのポーランドルーマニアにあの配備してるのは24発です、うん、で片方こっちの方ね 北朝鮮の持ってるミサイルは数百発とかじゃなくて、うん、じゃあ24発で200発か300発に対してどう対応するんちゃってるんだまあとにかく
まあ、あの買うことが前提で作ってる計画、ね、そうアメリカに言われてね、その通りやるのが前提なんですよ。だからあの、うん、あれね、あの、Google マップかなんかで見て、そのあれ間違えたんだって言うけども、 あれね、いつやったんだと聞くと、うん、あの調査は、うん、そうですね、去年の10月にやってるわけで、うん、でね、6月にはね、もう大臣が秋田山口に行ってここでやりますよと決めたし、うん、で8月に出た防衛白書にも決定したと書いてあるんだから、はい、から決定した後ね、あるいはまたあの別のところを調査してるというのは、うん、これも調査でも何でもなくて、単にその形だけね、調査したけどやっぱりダメでしたというために、うん、あのやったんで、あれこそ、まあ、あの時間の逆転ね、本来事前に調査したのは別だけど、うん、あの時間の逆転見ればもちろんあのアメリカが秋田および山口に OK と言われたから、まずそれはありきだったというふうに考えるしかないですね。なるほどね。それでこの間他の番組で紹介しましたが、この、巨大なイージス艦としての日本太平洋の盾っていうこういう論文があって、ここのサイスですか、うん、あの国際戦略研究所ですか、はい、田岡さんシニアフェロー、シニアフェローだった若い頃ね、ジョージさん、その頃ジョージさん大学のね、中の大学の中での研究所だったんです、うん、でこれを見るともう本当にイージス・アショアはあのアメリカのハワイとグアムの基地手薄な防護をなんとかしてくれるとってもいいものだっていう展開になってるんですけども、軍事常識からって当然そうですよね。そうですよね。そう、それでこれだけ日本はむしろアメリカの利益になるようなことをしているのに、トランプさんはどうして分かってくれないのでしょうか。そこにね、特にこれ本当にこいつバカだと思ったのはね、うん、あの普天間が ね、はい、土地のね、うん、価値は、うん、あるいはその、あの、大体100億ドルぐらい、うん、1兆円ぐらいの価値があると、うん、あれをね、返せ、あれをやめろと言うなら、その分日本から賠償を取ると言ってるわけですよ。ところがね、変な話で、うん、アメリカのそれ領土であれば、うん、日本が接収すればなんかあの金出せということもあり得るけども、うん、あれ日本の領土ですからね、うん、日本の領土を、ね、日本があの、まあ、取り返しても賠償の対象に当然 なるわけはないので、それはなんかご寝毒を狙うどこかの人みたいな感じですよね。めちゃくちゃな理屈だから、それは彼はね、あるいはその日本領、じゃあそうすると、あの今78カ所かな、うん、あの2260何平方キロ大阪市の あれ全部アメリカ領なのと実はね。安保条約もね、どころかね、うん、サンフランシスコ条約を無視したような話でね、うん、アメリカは日本にいっぱいいたのをなんか土地を得ちゃったって話で、あれね、もっとね、だから厳しくね、あれだったら僕だったらちょっと向こう怒らせるかもしれない、あれはね、あの日本領ですからねということはね、バチンって言いますよ、うん、でもなトランプさんはずっと前から心臓には言ってると、こういうふうに言ってるんですけど、心臓師はどう言ったらよかったんですか。あれね、きっと心臓師もね、一般 のちょっと庶民的なりで守られてるという思ってんのね、あれにはあのカナリアでは強いからですね、うん、だけど在日米軍って自衛隊に比べたら粗末なもんでね、実は、うん、戦闘機数だって、まあ、せいぜい100機で、あの、まあ、海軍はかなりのもんだけど、あれはしかし別に日本を守るためじゃなかったけど、ぐるぐる回ってる、それから沖縄の海兵隊、うん、あれだって本当の戦力はあれ、ね、せいぜい2000ぐらいですよね、あの全部1万8000とかで 2000で、それはあの佐世保による揚陸艦に乗り込んでいろんなところ出てってるわけですよ、うん、それから空軍に至ってはね、しょっちゅう中東に行ってるんですよね、うん、日本におったってしょうがないん で実際は交代、日本のがアメリカの武器地と同じ扱いで、で交代で中東やなんかで派遣される、うん、でそれについてはね、あの議会でもなぜ日本において、うん、あの向こうに行かすんだと、うん、日本にあの本国に引き上げて、ね、そこから送ったらいいじゃないのという、うん、当然の質問が議会であると、そうするといつもは国防省の答えはね、うん、いや日本に置いた方が安いんですと、つまり基地の維持費を日本が全部出してくれてると、それを呼び返せば基地の維持費あの自分の方で払わんといかんから、そうです、ね、だから安いからあの日本に置いとりますという、だって お洗濯するとか光熱費と水とかも全部持ってくれて、そう人件費全部持ってくれてるわけですから、あの人件費はすごいですよ、しかもね、米軍の人数が3万かそこらでしょ、でそこにね2万近くね、日本人がそれにサービスするためにおるんで、あれむちゃくちゃですよ、あの扱いじゃあ新蔵さんとしては、トランプさんがそういうふうに言った時は、そうですか、じゃあ残念ですけれども
ただいても構いませんよってこう言えばよかった。昔ねそういうことあったんですよ。90年頃誰かあのやっぱりアメリカあの時防衛大臣じゃなかった誰かがね、うん、嫌だと言うなら出てったらいいじゃないかって言ったんですよ。その時はね彼がなんか日本でなんかすごくね非難を受けまして、アメリカを怒らせたらけしからんとかいう話を、うん、だからそうですそうですでは辞めなかったらね本当にいつでもどうぞって言ったらね、うん、1年の余裕がありますからね、うん、1年先にはあのお帰りになるんですなって言えばねこれ向こうだと本当困るんでね逆転するんです、うん、ところがあの守ってもらっておくから何とかして、ま、残ってもらわないといけないというから向こうがそれを地下として張り込んでくるんで、うん、ディールを求めてくるっていうこういうことですよね。ディールは本当に逆なんですよ。なるほど。しかも、ね、例えばね100億ドルの土地だとすれば、うん、それ今タダで貸してるわけだけども、うん、これね普通のあの今のあの法律的なあれだとねあれ 6% なんですよ、うん、あの時代というのは、うん、そうするとあの年間ね600億円の普天間だけで、うん、アメリカから本当は取り立てていいわけですよ。なるほど。あれ日本中の全部あれやったらもうどれぐらいね何兆円アメリカからその取り立てられるかと、うん、で実際アメリカはねあのフィリピンではあのあれねあの 4億何千万ドルか、うん、3000万ドルぐらい払っておったんですよ、うん、でそれをあのピナツボ火山が爆発してであの空軍のクラーク地が使えなくなった、うん、でスービックあの海軍基地だけは使えるんでだからね値段もね時代はこのその3分の2ぐらい3億ドルぐらいにしてくれとアメリカがフィリピンに行って、ね、フィリピンダメだというんで結局上院が否決してで結局追い出されちゃったんですけど、うん、だからアメリカはフィリピンでもちろん払っておりました、うん、それからそれが結局フィリピンから追い出されたからシンガポールに行ったんだけど、うん、シンガポールにもアメリカ海軍 の倉庫とか借りてるんで、うん、あの倉庫代とかそんなのはやっぱりちゃんと払ってます。あそうなんです ね普通は土地を借りれば借りたものを払うと、はい、あの借りた方が払うというのはこれはあの不動産業者だって常識のはずで、金ほど不動産業者がこんなこと言うのかなってそうか。そうするとこの題名に戻って救いがたいトランプの無知って書きましたけど、まあ、むしろ私たち自身が知らないことが多すぎてちゃんとしたディールができないっていうか、そうそうそう、ちゃんとした主張ができてないってところが問題ですよね。そうそうそう、あの守ってもらっておるというねその刷り込みがすごいん で、うん、でそれは日本あの日本を守ってるのは自衛隊であって、うん、で あの金を自衛隊にあの例えばあの装備の改善などを使えばねどれだけいいかというね、うん、なるほど、というのが本日の結論ということになります。まあ、知らないってことはすごくもったいないことですね。それから意外とねそれはあのニュースというか情報があっても日本新聞でなんか出ないことありますね。例えばさっき言ったあの普天間ですか。普天間じゃなくてあれのことあの水平あのエスカレーション、はいはい、つまりヨーロッパ戦で何か起きれば、ええ、こちらで攻撃に出て、ええ、で後ろへ引っ張る、それであの東の方にあの ロシアの戦力をソ連の戦力を、うん、あのできるかぎり引っ張り、うん、あの引きつけるというそういうのをアメリカで公言してたわけですからね、うんうんうん、あれなんか日本で問題にすべきなんですよ本当に。うん、なるほど。いや今日はびっくりすることがいろいろございました。あのこの後も何かそれぞれの時期に合わせて徹底解説を田岡さんにお願いしたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。どうも本当にありがとうございました。